どうもこんにちは、たかしです。ガム元気にいきましょうぜ。はい、今日の動画は何でしょうか。カタリーナデボンまとめ。はい、来ました。はい、こちら現住しまとめかなんかが、はい、グッドス行ったらやると言っていて、はい、結構前なんですけど、はいはい、それを言ったという報告を受けまして、はい、やることになった動画でございます。はい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 、はい、もう忘れてたよね。忘れてたし、うん、メジャーキャラっぽいんですけれども意外と何にもないというキャラでございます意外とね、まだこれから出そうだしね。そうです、うん適当なことも言えないキャラでもございますので、非常に厳しい戦いになると思ってますこの厳しい戦いになっちゃう。イム様は使えないんじゃないか。もうだってイム様なわけないですもん、ね、もういや違う違う違う、いや他もそうだね。それ言い出したら大体ほとんどのキャラ言えんだから、うん、まあね、ちょっとやっていきましょう、はいはい、まあ、ちょっと出そうですけどね、はい、ちょっともし出てたらごめんなさいね、うんうん、ちょっと今撮ってるのがこれ1070話後かな、うん、そうですね、に撮ってるんで、うん、もしそれ以降出ちゃってたらすいません、うん、はい、はい、じゃあ撮っていきましょう。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。いろんなキャラのまとめ上げてます。じゃあ行きましょう。はい、ということでデーボンさんでございますね、はいはい、この人黒ひげ海賊団の6番船船長ということで、はいはいはい、そうですね、もう黒ひげ海賊団こう言ってでございますね、うん、あ、そっか、いないんだ。いや、いないですよ、はい、うん、まあ、非常に美しい女性でございますよね。美しい、美しいは人それぞれだもんなそうですね、ホリプロスカウトキャラバンとかでもね、印象全然しそうな人でございます、うん、そマジで人それぞれですからね、その美しい感覚は、まあ、そうだね、何も言わないでよ僕と K さんはそう思ってる、まあ、ということですね。可能性は全然やっぱり誰にもありますから、まあ、だからね、うん、そうか、うん、そうだよね、ごめんごめんなさいね、ちょっと僕も変な色眼鏡で見ちゃってました、うん、ごめんなさいはい、ということでこの人インペダンのレベル6から脱獄した、まあ、囚人の一人ですね、はいはい、まあ、あの時黒ひげさんがこう戦って強いやつ連れてくよっていうことで、まあね、やった人でございますね、はいはい、で、まあ、女海賊っていう感じですね、もともと史上最悪と言われるぐらい強い人っていうね感じでございますから、はいはい、はい、そんな人を今日はちょっとまとめていきたいと思います、はい、ではまずプロフィール、うん、本名カタリーナ・デボンでございますね、はい、異名三日月狩りということで、怖いよこれ、怖いんですね。こちらですね、刈り取った美女たちの首をコレクションするという趣味を持っていると、うん、悪魔ですね、非常にサイコパスなキャラでございますよね。やばいよな、サザエさんに出てくる堀川くんか、うん、デボンかと言われるぐらいのサイコパス強キャラでございますねいや、なんかベクトル違うけどね強キャラですね、強キャラですよねで、まあ、世界中のこの女性たちを恐れられてはいますが、はいはい、部下の女海賊たちがこうね、結構慕われていたりするという人物でございます、うん、ということですよね、うんうんうん、で、この人、うん、年齢が現在36歳でございますね、うん、はいはい、初登場の時は34歳でございます。この人36か、まだそうなんですよ、まあもう熟してる感じありますけれどもあるよな、もっともっと熟されてるイメージあるよね。あるんですがね、まだ若いんですよ ね結構 ね意外と、意外と俺らと同世代だから確かに、ね、で、身長361cm、うん、でかいですね、うん、やっぱ黒ひげ海賊団みんなでかいからね、うん、でかいですよね、うん、で、先ほど言いました黒ひげ海賊団6番船船長ということですね、はい、で、こちら悪魔の実が非常にすごくてですね、うん、ゾーン系の幻獣種犬の実、はい、モデルキュービの狐ということですよね。はいはいはい、はい、こちらという説明しますがね、非常に厄介そうな能力でございますね、はい、うん、そうだね、うん、で、出身地がサウスブルーということで、はいはい、はい、で、誕生日3月29日、うん、3月29日、うん、これは三日月というね噂ですね。あ、なるほど。で、好物が若鶏のささみということで、うん、あ、わかりやすいね、うん、こっちもそう、うん、若いと言ってもね、そういうのですね、ささみが好きなんです。ささみが好きなんですね。お二人はどうですか、もも、うん、とか胸とかね、ささみだったらどれが好きですか。まあやっぱりもも肉が一番美味しいんじゃないか、やっぱり、ね、ももが一番美味しいよね、うんうん、たまに胸肉の唐揚げとかもね、うん、ありますけれども、うん、さっぱりしてね、うん、それもまあそれで大人になったらいいのかなっていう感覚はありますが、やっぱまだ僕らは桃が好きです、うん、もう行くない、もう良くない、まあやっぱりささみとかの
もよく、ね、ボクサーの方とかはさ、やっぱささみとかももとかも目がいいとか、いいのよ、今。いね、今、いいの。でも、でも、ずっと喋ってる裏で、突っ込んでるから、こっちも。裏でずっと喋り続けるの怖いんでやめてもらっていいですか。ボクサーがどうとか言ってんなと思ったけど、いいのよ。怖かったですね、今、一人で。怖かった。サイコパスだって、それこそ今。ずっと鶏の唐揚げの話してんの、裏で。そうなんですよね。いいのよ、そこは。でまだ懸賞金は出ていないんですが、うん、はいはいはい、どんくらいでしょうね、ちょっとエグいかな、相当いってんじゃないですか、10億ぐらいいってます、10億ぐらい、まあいってるんじゃない、みんなやっぱりだってもうレベル6ね、うん、入ってる時点で世間からその消し去られてた囚人たちなわけですからね、うん、存在自体が、そうですよね、よっぽどだと思うよやっぱり、うん、うん、はい、ということで、はい、では戦闘能力といいますか、まあ能力ですね、はいはい、先ほど言いました、うん、犬の実モデル9尾の狐、はい、ゾーン系の幻獣種でございますけれども、はいはい、こちらの能力、まず9尾の狐に変身することができる、はいはい、まあゾーン系ですからね、うんうん、その動物の姿になることができる、はい、でさらにこれが特殊能力なのかわからないですが、うん、他人の姿に化けることができるというねことなんですよね、うん、なんだよね、厄介そうなのがね、これがもう非常に厄介ですよね、うんうん、だからマネマネの実と違ってで、まあ、服装まで化けることができるということですよね、うん、そうそうそう、うん、そうなんだよね、完全にアブサルムになってたもんね、アブサルムになってたんですよ、うんうん、そう、服装も踏まえて、ね、そうなんでも笑い方がやっぱ特徴的なんで、この人、はいはいはい、ムルンフフフみたいな笑い方なんで、はいはい、アブサルムの状態でムルンフフ言っちゃってたんで、うん、やっぱ笑い方直した方がいいよとはちょっと言っておきたいですね、この動画を通してここでその指摘してあげんだ、この動画であんな笑い方する人いないんで、やっぱ確かにね、バレちゃうねバレちゃうんでバレちゃうね、まあそれは絶対バレるよね、その笑い方したらね、まあバレないようにするときはしないんじゃないさすがにやっぱバレちゃうよね、できるならいいですけども、さすがにやらないんじゃないかな、うん、っていうのは能力で、はい、どうなんですかね、やっぱ強いんですかね、キュービーの狐状態がそもそも強いのか問題ですよね、はいはい、要はあの人獣型獣型の、ね、獣型の時とかね、そうよね、うんうんうん、ここが謎だよね、だから獣型の時に変身ができるのか、そうそうそう、はたまた人獣型の時に変身ができるのか、うん、で確かにあの92巻の時尻尾だけ出てたんだよね、はいはいはい、そう、あの要は体は普通の人間で尻尾が生えてるみたいな、うん、だからあれもなんか特殊なそのなんか変形だよね、うんちょっとまだまだ謎がねめちゃめちゃある、何にも分かってないから、能力名が分かってなんとなく全体的に変身できるんだろうなっていうぐらいしか分かってないから、いやそうなんですよね、そう、だもし仮にそのマネマネ以上、まあ、マネマネの上位互換みたいな扱いがされるんだとしたら、うん、例えばその戦闘能力までコピーできるとかね、いやそうしたらやばいですね、ねえめちゃめちゃ強いよね、モンちゃんは一応あの姿だけだったんで、うん、肉体の姿だけ、ただあのオカマ拳法を使うときはモンちゃんに元に戻んなきゃいけなかったんだけど、うん、だからこれが使えるみたいになったらもうエグエグだと思う、エグいですよね、うん、それもありえますからね、ねえ、いやありえるよね、カービィみたいなことですよね、コピー能力ってことねコピー能力ってことですよね、それは強いね、まあそうなんだけど、そうなんだけど、うん、似ても似つかないから、カービィみたいにね食べてね、うん、食べんの、うん、おーって、おーって食べないとコピーできないから、うん、あれっていやそれはカービィなんよもともとですね、こうキュービの狐っていうあの、うん、今ナルトのイメージ強いじゃないですか、うん、はいはいそうだね、まあなんか実在してるか分かんないですけど、うん、こんなもともと言われてる妖怪としては、うんはいはい、美女に変身して男を惑わす妖怪だ、あ、もともとそうなんだ、だそういうなんかはあるのかもしれないですね、美みたいなもの、あーなるほど、だからこそその若い女性の首を集めてるとか、そういうのもつながるかもね、確かに、いやそれありえますよね、ありえそうだね、なるほどね、はいはいはい、はい、で綺麗になりたいだけに本来使ってんじゃないですか、うん、今回アブサドムが例外で、うんうん、なるほどね、基本は綺麗になりたいってだけの能力かもしれないですね、うわ怖っすげえ怖いじゃん、ね、本当に本当にサイコパスじゃんマジで、いやそうなんですよこの人は、ね、まあね、いいものを求めてそうなってたらね、うん、はいということでですね、はい、でこの人ですね、カタリナ・デボンのモデルがね、うん、実在した女海賊で、はいはいはい、カタリナ・デ
エラウソという女性の方がいまして、うんはいはい、この方あの実在してた女海賊でございまして、はいはい、なんて言うんですか、修道院みたいなとこから、うんうん、あの海賊になったという、珍しい経歴の持ち主らしくて、はいはい、でなんかその修道院のこのなんかムチ打ちみたいなそういうのに耐えられず、うん、ちょっとそれを抜け出して、うん、断層して海賊になった人物みたいな、あ、そうなんだ、そういう人物らしいんですよね、このカタリーナ・デ・エラウソという人物が、うん、だからもう背が高くてもともと筋肉もこうすごくて男の海賊より男らしい人物だったという、はいはい、そういう人がモデルになっているという感じですね。すごいですね、結構デボンデボンしてますね。だからデボンデボンしてる、だからやっぱササミ好きなんじゃない、筋肉質ですもんやっぱりさ、うん、いや、ね、トレーニングの成果で、ね、やっぱり大事だからササミってやっぱタンパク質はねそうやっぱ大事だから脂質抑えてそうそうそう、普段からだからササミ取ってたんだ、そうそうそう、やっぱり大事だからねさっきのボクサーの話生きてくるかいでもそれあれだよね、諸説あるよね、多分小田先生公言してなかったんじゃないかな、してないかもしれない、まあ、噂でってことだよね、カタリーナっていう、うん、そういう人物がいたって感じですよね、はいはい、だからもし僕抜けてるパターンもあるんで、抜けてたらごめんなさい、はい、ということで、はい、まあそんな感じですかね、うん、まあ大まかに言うとですね、うん、だからあとは作中どんな活躍したかというんですけど、はいはい、意外とね、うん、出てきてないんですよね、この人、そうだね、ああ、そうだ、ほとんど出てないと思う、言うても、そうなんですよ、まず最初、うん、まあその黒ひげさんがそのインペルダウンから、はい、まあ助けたじゃないですけど、まあ仲間に入れたって感じですよね、うん、そうだね、うん、私は船より服が欲しいわと、囚人服はもう真っ平よって言ってました ね、 たねこの女性らしい一面をこう見せはい、あと、うん、先ほどのシーンですか、うん、一応頂上戦争であの要は白ひげ討ち取る時にはいたね、ああ、そこで初登場だったからね、そこで言いましたよね、ま、最初は、うん、そうそうそう、まず頂上戦争でね、インペルダウンの囚人たちだってバーって出てきて、その時に紹介されたよね、うん、一気に三日月狩りカタリナでもムルフフあなたたちも好きねって言ってます、まずいいキャラしてるよな何言ってんの、わかんない、わかんない、みんなは普通に言ってんだよ、うん、サンファウルスとかは、お、見つかっつった上にバレつった、うん、つってね、まあバレたこと言ってる、うん、でその後アクセオアバルピソロ懐かしいシャバだにゃ、うん、シャバのこと言ってますね、うん、でバスコショット、うん、トブトブトブウィーこいつら殺してええのんかって言ってます、そしたらデボン三日月よりカタリナデボンウルフフフあなたたちも好きねって言ってます、何言ってるか分かんない誰の何に対しての好きねえのか分かんない、これ今思ったけど普通に読んでたけど何の誰の好きねえのか分かんない意味があるんだね、じゃあね、デボンやっぱ謎キャラよね、いや謎だよね、癖はあるよね、怖いよね、でもなんかやっぱ見た目、怖い怖い、見た目というか雰囲気、うん、怖いよね、やっぱなんか、ま、魔女みたいな雰囲気してるよね、魔女かって、ね、ドラマとかに出てくるような魔女、うん、で白ひげを最後にさ、黒ひげ海賊団が討ち取る時はね、槍使ってるんですよね、ここは、槍使いなんだ、槍っぽい武器使ってる、そっか、槍使い、多分ね、槍使いな、おそらく、うん、他、うん、多分ね、槍かな今のところ、うん、で、この後ね、かの有名なキングデューさんが、うん、親父って言いますね、いいですね、親父、ね、倒された後、白ひげが語った後、親父白ひげシスのところ始まりますね、うん、で、その後、白ひげにさ、布をかぶせるじゃないですか、黒ひげ海賊が、うん、能力を奪うために、うん、はいはい、その時は、楽しみねって言ってますまあ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 、間違ってはない、すごい、そう、すごい楽しそうすごいね、だからもう仲間意識、ね、すごいね、だからもう仲間なんだね、ね、すごいね、黒ひげがね、うん、さあ始めるぞって言ってかけて、うん、あ、見せてやるよ最高のショー、うんうん、なんだ黒い布、黒ひげと白ひげがあの中に、何の真似なき様ら、ほうほうほう、さて少々立ち入り禁止に願います、これラフィットね、うん、その後楽しみねって言った後仲いいね、仲いいよね、でシリュウが失敗したら解散か、俺たちはいいね、いいバランスで話してるよみんな、うん、仲良さそうな感じ、そんなすぐ打ち解け出ますね、え、その何、ね、すごいよね、船長としての黒ひげのキャプテン C みたいなのはもう恐ろしいかもしれないですね、うんうん、確かになんか ね、 ね、統率してるわけだからね、一応この暴れ馬たちをね、ね、もともといたやつらはね、あれかもしれないけど、ラフィットとか、うん、いた人はあれかもしれないけどね、だからなんか楽しんだんだろうね、基本ね、やっぱ海賊だから自由に、うん、ね、まあそんな感じじゃないかな、頂上戦争は、そうだよね、多分ね、そこまで出てないと思うな、うん、あと解散して終わりだから、うんうん、で一番衝撃あったのはさっき言ったモリアのシーンですかね、はいはいはい、もうあの国だね、92巻そうね、うんうんうん、まあモリアの目の前にですね、アブサロムがこう登場したんですけれども、はいはい、実はそれが変身したデボン
ンだったというシーンでございますよね、はいはい、デモンって言ってますか、モリアも。なんか面識があるんだ。面識あるんですね。なんか可能性あるよね、うん、うん、そのキャラとして知ってるっぽかったから、ね、うんうん、まあ92巻ね、92巻です。ハチノス、ね、モリアがティーチを出せと言ってんだって切れてますね。出てこい黒ひげって切れてます、うん、騒がしいにゃーってビサラも言いつつ、モリア様俺ならここだぜって言ってますね、アブサルも。アブサルも生きてたんだ、よかったよかった、ね、アブサルもよかった、生きてたか、うん、悪かったよボス、この島は天国だ、連絡忘れちゃったよ。そうか、じゃあこいつらに悪いことした。クレイカスなんて能力者ガリが有名だ、お前の能力欲しがるやつは多い。うっザバーン切られます、モリアさん、うん、うっ誰だ、雨の支流、悪い予感は的中だ、月光モリア、いい能力を得た。黒毛海賊団2番線船長、雨の支流、スケスケの身透明人間、ドーン、支流に切られます。ここ衝撃やったね。そう、からの、ムルフフフフフ、アブサロムさん笑い出します。ムルフフフフフフ、めっちゃフフ、多めのフフ、ムルフフフフフフ、てめえって誰だ、クルンコーン、ここでコーンって鳴いてるんだよね、それ。そうなの、コーン、そうで、ドローンってね、ちゃんとなんだよね。そう、ドローンって化けて、尻尾が出るんだよね、そこでね、うん、で、カタリナでも犬に飲み幻獣種モデル、キュービーの靴にドーン、すごいね、機体ならあるけど持って帰る、死体が好きよね、あんた、ねえ、好きねえってね。好きねえは言ってないですけど、あんたも好きねえ、あなたたちも好きねえとは言ってないですよ。それ頂上戦争で言ってたんで。でも周りのね、その女海賊からね、デボン様キャーってもう慕われてんだよね。そうなんだよ、そうそうそう、このハチノスのキャラたちから、ね、そうキャーって、ウルフフ、あいつがどこどこやってくるのがいけないのよって言ってますね。うん、はいはい、ということで、うん、恐ろしいですねこいつは、ね、でアブサドムはもういなくなってしまったということですからね。まあそうだよね、いやなかなかショックだよね。確かにいいキャラですからね。そう、好きかどうかって言うと、それの別に推しキャラじゃなかったけど、うん、生きてては欲しいよなというね。そう ね, ね、だからこそこの黒ひげ海賊団のその残虐さというかね、うん、残酷さっていうのがちょっと分かったけど、はい、はい、で、はい、ここからジャンプですか。はい、ジャンプ、こっからジャンプですね、はい、なんとですね、あの尿ヶ島でですね、はいはい、まあ、ハンコックさんが うん、いてですね、そこにですね、はい、まあ、あの七部海制度が撤廃されたんで、こう海軍がね、はい、コビーとか山梶さんとかこう、はいはい、グーンとね、尿ヶ島に進軍していったわけでございますね、はい、うんうん、でその時になんとメドメの実の能力を狙って黒ひげ海賊団もやってきました。はい、やってきました、うん、そうなんですよ。でそこにもデボンさんもいまして、はい、まあ、この人本当美しい女性の首を切って飾るっていう趣味がやっぱありますから、うん、戦闘前首を買って高んぼにしたいわって言ってます。怖、うん、あんたたちも好きねって言ってますね多分。いや好きね言ってた、好きねそんな言ってた。そんな言ってなくない、うん、言ってた。めっちゃ好きね言うじゃん、うん、しかし戦闘が始まった後は、はい、まあ、デーボンさんもなんとハンコクさんの美しさにここを奪われてしまい、うん、メロメロの実の能力で石にされてしまったという、うん、いやそうなんだよね、うん、めちゃくちゃ強かったですねこの時ハンコクは。ねえ、ハンコックめっちゃ強いよ、ね、え、あ、ほとんどの人が石でしたよ。だってそう、黒毛海賊団もだし海軍もだし、うん、ねえ、もうほぼみんな石にされてんだから、ハンコック一人で。そうなんだよ、ハンコック強いよね、そう思うと。強いね、七部海の中でも実力そんなにね分かんなかった方だけど、なんかより、うん、あ、そんな強いんだっていうのもちょっと思ってるね、うんうんうん、でハンコック殺しても石化能力が解けないよっていうことになってですね、はいはい、ちょっとやばいねってなってたわけですよね、うん、でその時まあレイディーがこう来ていろいろ仲裁とか待ってハンコックがこう石化解いて、はい、うん、黒ひげ海賊団たちはこう一応の尿菓子も一回離れるというね、はいはい、シーンでございましたけれども、うん、いやーこれもちょっとどうなるんだっていうピリピリしましたよね、うん、いやーここのはすごかったね、うん、1059かな、うんうん、コビー大佐の一件、そうだそうだ、うん、ここはやっぱおもろいな、うん、最終章こういう感じか、やばっていうのが、やばってなったよね、分かったとこだったよね、うん、簡単にこういうとこが争ってくるんだみたいね、そう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 、うん、いやいやいや、もう大混戦始まっとるやんっていうね、うん、小田先生大混戦ですって言ってたけど、うん、もうすでにこの時からそうだよな、そうなんだよ、ね、でまあコビーをちょっとまあ生贄に捧げるという形にはなっちゃいましたけど、言い方言い方、ね、好きねーって言われてるかもしれないですコビーさん目の前で、違う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 、あんた好きねーって言われないです。別にあのデモンの生贄でコビー出したわけじゃないですよ。あ、そうなんですね。じゃじゃじゃ、コビーあの男性だし。若い女性の首ならあれですけど。はい、という、まあ、こんな感じですかね、おまかに言うとですね、カタリナ・デボンさんはね。あの時出てこなかったの？
ワプワプの時とかいなかったの？あ、そうなのよ。そう、その後黒ひげ海賊団とあの、うん、ハートの海賊団、あ、そうかそうか、ね、うん、ぶつかった時にはいなかった、いなかった、描かれてない、まあいるんだろうけど、うん、描かれてなかったね、うん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 、まだ石かもしれないですね、まだね。いや嘘、まだ石。デモンだけは、デモンだけ許されてないの。厳しいな、デモンに、うん、やっぱ首狩るからな、若い女いっぱいいるからね、だってね、尿ヶ島、うん、そうよね、尿ヶ島夢のような世界だろうね。男と同じようなこと言ってるけどね、それね、うん、男性からしたらね、夢のような島って言うかもしれないけどね、デボンも言ってる。はい、はい、という感じですかね、うん、デボンさんは、うん、まあ、今後どうなってくるかですよね、はい、デボンさん、うんうん、いやまあちょっと本当出てそうな気もするから、今このタイミングでデボンまとめを撮ってるのがちょっとね、あの編集的には怖いよね。追加情報来てそうな、あるかもしれないですね、追加を撮ってるかもしれないです ね、うん、ねえ、ちょっと1070話時点ですね、うん、今まあ、やっぱで三日月狩りっていうか、まあ D を狩るってことですよね、うん、この人はね、結局はね、急にぶっ込んできやがった。なるほど、確かにね、急に、そんな話今まで一回もしないよ。じゃあ D 狩りだ、 D 狩りだ、 D 狩りだと思ってます。 D 狩り、 D 狩りなの、うん、まあ、D はね月半月なんじゃないかとも言われてるけどね、うん、でこの花の一族、うん、やっぱ花長いんで、うん、はいはい、これがやっぱ最終的に一番謎とされてる種族、うんうん、花族、花長族の花長族、そう、花花長族、うん、ウソップもやんじゃん、ウソップ書く、うん、デボンの3人、なるほどね。あ、それね、あのこの間 SBS であったのよ、あったんだよ、そう、実はそれあったんですよ、うん、デボンとあとアーロンとあと、うん、バスコショット、バスコショットもね、でかいからね、そうそう、デボン3位だったかな、うん、でそういうことなんですね、だから、で、花の一族、ね、じゃあ覚悟だ、そうだ、覚悟ですよね、で花の一族が相当ディーンに恨みがあるみたいな展開、うん、だからあいつとあいつが戦うんだみたいな、小田先生言ってましたけど、うん、まあ、花一族とディーンの一族のことでしょうね。いやね、あいつとあいつ、何それ、何それ、大混戦、それ、別の神説ね、あのウソップはやっぱゴッドだし、うん、そうなのよね、そういうのあるんだよね。そう、ちょっとやっぱ別の神の種族みたいなね、うん、そう、うん、でも片井なデボンは途中気づいちゃうんです、自分がゴールディロジャーみたいに、うん、あのゴールドロジャーってなったんだけど、デボンも実は D で、はい、うん、片井なディボンってことに気づくんですね、ディボン、あ、片井なディボン、ディボンってことね、ディボン、片井なディボン、で花の一族と D の一族ハーフだってことに気づくわけですね、でその時に悩み苦しむんですよね、何言ってんの。本当はすごい、あ、私たちは D を狩らなきゃいけないの、実は私には半分 D の血が入っていたんだわ、入っていたんだっていう、ね、うん、シーンが多分描かれるんじゃないか、来年。なるほど、それ最終章で、うん、だから主にメインになってくると思いますよ、デモンが、メイン、うん、メインはデモン、カタリーナ・D ボンの話なの、メイン最終章、カタリーナ・D ボンの葛藤の話なの、最終章、うん、葛藤の話ですよ、葛藤の話、いやいや、そう、うん、すごいな、なんだそれ、うん、まあ、でも本当にあの黒ひげ海賊団に関してはその小田先生がなんかもう本当にめちゃめちゃデザインとかキャラクター性とかとにかく時間かけて作ったキャラたちなんですよ、黒ひげ海賊団、うん、これは小田先生がおっしゃってて、そのパッと出るキャラもいればもう長年年月かけて作ったキャラもいるって、うん、でそれが黒ひげ海賊団は長年かけたって、そうなんだね、 SBS で言ってたんですよ、うん、で黒ひげ海賊団は最も海賊らしくっていうテーマがあるので、うん、だからデボンはあの美しくないってって、あ、やっぱ変なこと言っちゃった、やっぱだからでもすごいなんかああいうね、ゴリ切り取られない、大丈夫。やめてよ、切り取りしないで、ショートあげないで、ここだけで。でその ごついというかね、うん、か海賊らしいキャラにしたんだって、その小田先生はおっしゃってたから、だからその意味合い的にはなんかキャラクター性はあるかもしれないよね、だから、なんかあるかもですね、そう、長年ね、キャラクター、多分練り込まれてるから、うんうん、これ、もし麦わら一味と戦うことになったら、誰と当たると思います、うん、確かにね、いや、まあ、ちょっとわかんない、ナミさん、ナミさん、やっぱ、じゃない、まあ、ナミかロビンな気はするよね。そっか、ロビンちゃんもいるね、うん、そう、まあ女性がね今のところナミロビンだから、うん、まあそこじゃないかなと思うけどね、強そうだよな、でもいや相当強いよ、あえてのジンベイとか、うん、あえてのジンベイ、うん、ちょっとゴリ対決してほしいよね、ゴリ対決って言うのもうでもゴリ認定しとるやん、ジンベイバージェスとかなのかな、いやどうだろうね、あ、確かにね、でも花一族との、うん、まさかあなたとやんなきゃいけなくなるとはねっていうのはあるかもしれないですね、あ、あなるほどね、ウソップとウソップと、うん、多分だあのバンキーナお母さん説もありますもんね、うん、デボンってあのウソップのお母さんの
そんな説あった、うん、そんな説あった初めて聞いたけど俺嘘なるほど、ね、あの病気で亡くなった感じだったのそういうことなんだ海賊になってたっていうねやっぱ自由に暮らしたかったっていう、うん、マジでなるほどね性格全然違うよ親子の対決ね、うん、い熱いからね親子の対決って最終章とかには一番熱いけど、うん、熱いけど花一族の戦い熱いかなだとしてバスコショットもだから1位なんだってバスコショット花の長さ1位って言われてんだから小田さんがもうちょっとでかいわよねってみんな言うんじゃねちょっとでかすぎよねってあれを花一族にしてはっていやいや花一族の中でも迫害されてんのなんでだよはい、はい、まあデボンまとめね、はい、非常に長く喋ってるんじゃないですか、うん、デボンにしては だいぶ喋ってるもう36分ぐらいの花一族とかの話してるし後半10分ぐらいいらなかったですけどいらない話してるからあと序盤のささみの話いやあれ大事だからあれは今後のあれに関わるからねやっぱり関わる、ね、大事今後関わる、うん、関わるから、うん、はい、はい、まあ多分ねまた今後出るだろうからねまた新規情報出たらまたちょっとね、うん、数年かねちょっと数ヶ月だったらまた撮るかもしれませんね、うん、はい、はい、じゃあ今回じゃあこの動画1500グッドでバーディスですね、うんおー、ついに来たか。やっぱ、俺ら好きだから、バーデス。ほとんど出てねえのに。うん、やっぱ、あいつの、だから、葛藤とかをちょっとまとめてほしいね、ぜひ。葛藤とかなさそうだけどな、あいつ。あいつは、脳筋だろ、絶対。なかなかやっぱ負け続けてるから、やっぱりそこら辺の、なんか、こう、葛藤みたいなさ。アンチなんだよな、バーデスさん。言ってなんか、チャンピオンかないからでしょ？チャンピオン、チャンピオンって言われてるね。なんだけど、やっぱ負け続けてるから、そこに対する、こう、なんかね、フォーカスしてほしいよね、やっぱり。そうそうよね、うん、じゃあちょっとこの動画1500でバージェスマートやりましょうか、うん、いやこれはやりたいな、ね、やりたいね、うん、まあ、新規情報ちょっとね来ちゃったらちょっと先になるかもしれないそうですね、はいはい、うん、出ないって雰囲気の時に一回やって、うん、そうだね、うん、またあの黒いカズぐらいなんか出そうなんでね、はいはいはい、うん、なんか出てきたらまたちょっと他のメンバーに関しては考えなきゃいけない、うん、そうですね、まあ、2回やってもいいわけですからね1回やるっていうのがいいですよ ね、 ね、はいはいはい、うん、新バージェスまとめね新バージェスはまとめること多いですから ね、 ね結構出てるから確か一番出てるかも黒ひげ海賊なんだと、ね、はい、はい、お願いします、はい、デボンっていろいろあるねはい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひぜひ高評価お願いします。このチャンネルではいろんなキャラのまとめ動画上げてます。おい、見てください。はい、次も見てね。明日も楽しみましょう。ささみと花の話でした。だからお願いお願いします。チャンネル登録。